熊谷成田空港線は、かつて、埼玉県熊谷市、河野寿市、久喜市を経由して、成田空港を結んでいた高速バスである。ここでは、同じ事業者によって、蒸気とは異なる経路で、熊谷市成田空港間を運行していた、フォレスト号についても合わせて説明する。1日4往復運転されていた。旧フォレスト号は、途中経由地の森林公園駅を、名称の由来として、 2002年3月12日に運行を開始した。2007年12月13日までは群馬県伊勢崎市発着であったが埼玉県深谷市発着に変更された。そして2014年11月16日の運行をもってホレスト号は休止となった。理由は東京都心を通過する経路による渋滞によって定時運行が困難だったこと。 東日本大震災の影響によって利用客が減少したことなどがある。それから3年後の2017年10月19日より埼玉県熊谷市、道県高野寿市、久喜市部と成田空港の間を同年2月に開通した県央道茨城県内区間のルートを経由する路線として転換された。新道線は熊谷駅南口以外の経由地、経路も異なり、 森林公園駅も経由しなくなったため、ホレスト号の愛称も消滅したが、千葉交通の案内では、熊谷成田空港線は、2014年11月17日より、路線を一旦休止していたが、県王道経由に経路変更し、新たな路線として、との胸で表現しており、ここでは、旧ホレスト号と、現行路線は継承関係にあるものとしてまとめて、説明する。なお、 新路線も利用者が振るわず、採算が取れないことから、2020年3月31日を、もって、休止となっている。新島車庫、熊谷駅南口河の世駅東口区市、勝負バスターミナル成田空港第3、ターミナル成田空港、第2ターミナル成田空港第1ターミナル成田、空港第3ターミナル成田空港、第2ターミナル成田空港第1、 ターミナル、クキッショーブバスターミナル、小野瀬駅東口、熊谷駅南口に島車まし深谷駅北口、籠原駅南口、熊谷駅南口、森林公園駅北口成田空港、第二旅客ターミナル成田空港第一、旅客ターミナル南ウィング成田空港第一、旅客ターミナル北ウィング成田空港、第二旅客ターミナル成田空港第一、旅客ターミナル 森林公園駅北口、熊谷駅南口、鹿児原駅南口、深谷駅北口。ありがとうございます。